どうもこんにちは。最近ですね、ばあちゃん家の方からこのように大量のタケノコがね送られてきまして、ばあちゃんの友人がね所有している山で取らせてもらったみたいですけどね、毎年ありがたいことにねこんなに、取れるということで、まあただね最近クマも本当に出てくるから山に入ること自体危ないんじゃないかなっていうね、今年は特に長野県でクマが目撃されたとか襲われたニュース本当に多くてですね、長野県民の私としても怖いもんですわ。そしてセブンイレブンにあった宇治抹茶クリーム大福、これ美味しかったね。昔からね抹茶好きなんだけど、大人になってね余計に好きになりました。お抹茶あんパンはこれはね、まあ普通でしたね。まあ5月29ということで、だいぶ前に撮った動画をね今頃上げているわけでございます。このね濃いお茶もねうまかったね。かなり苦味は強くてですね、1日2本までしか飲んじゃいけないっていう風に決められております。美味しい抹茶デザートとかあったらコメント欄で教えてください。で、弟がね宮城県に行った時のお土産、牛タンですね。やっぱ牛タン格別にうまかったっすね。牛タン薄切り派と厚切り派に分かれますけど、個人的にはねやっぱ薄切りの方がいいっすね。牛タンってマジ無限に食えるからね。